僕は匠の母親の、兄ちゃんの兄ちゃんです。おじさまということで次男です次男。カメラマンが2人スタンバイした。どうぞどうぞ正面からぜひ撮ってください。タクはちっちゃい時から遊びに来たら全然知らん子に、僕匠やけど君は何いう名前って言って全然知らん子と遊んでたり、で宝塚ファミリーランドに連れて行くと一人でお化け屋敷に行ってくる。めちゃめちゃおもろい子やった。とっても社交的なお子さんだったんですね。ほんで体がめちゃ大きかったから、うっとこの家連れてきたらうっとこの子供2人が抱きついて相撲取りみたいになってた。安心感があったんですかね。そう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 。だからもうめっちゃ可愛かったんけどね。だからもうそのまま優しい子になって、それから匠の子供を行ってみたいんだけどね。だからありがとうございます。